私に与えられている福音を分かち合う義務について考える時に思いやりある影響を与えてくれた愛する人々のことが思い浮かびます彼らのおかげで霊的成長を促す神から示された道を見出すことができました人生の重要な節目に天の御父の祝福により私は私を深く愛し 私が正しい道を選択できるよう導いてくれた人々に出会いましたそのような人々は救い主の次の言葉に従いました私があなた方にした通りにあなた方もするように私は手本を示したのだ私が子どもの頃父は教会員ではなく母はあまり活発ではありませんでした私たちはワシントン DC に 母の両親は約4000キロ離れたワシントン州に住んでいました私が8歳の誕生日を迎えた数ヶ月後祖母のウィッテルが大陸を横断して私たちを訪ねてきました私も兄もバプテスマを受けていないことを気にかけていたのですそのことについて両親に何と言ったのかは知りませんがはっきりと覚えていることがあります ある朝祖母は兄と私を公園に連れて行きバプテスマを受けることと教会に定期的に出席することの大切さについて思いを語ってくれました細かい内容は覚えていませんが祖母のその言葉が私の心を揺り動かし間もなく兄と私はバプテスマを受けたのを覚えています祖母はいつも私たちを支えてくれました 兄と私は教会で話の責任があるときはいつも祖母に電話して助言を求めました23日すると手書きの原稿が郵便で届きましたその後にはそのまま読む原稿から話の概要に変わり徐々に自分たちの努力が必要になりました祖母は適度な勇気と敬意を示しながら父に働きかけ 私たちを教会に行けるように送ることが大切なのだと父がそのことに気づくように助けました私たちが生活の中で福音が必要だと感じるようにいつもふさわしい方法で助けてくれたのです祖母が私たちと福音を愛していることを私たちは知っていることが何よりも重要でした祖母は素晴らしい模範でした 私が子供の頃に祖母が伝えてくれた証しに心から感謝しています彼女の影響により私の人生の方向が永遠に変わったのです後に大学を卒業する頃私はジニー・ワトキンズという美しい女性に恋をしました彼女も私にいくらか愛情を持ち始めてくれてたと思いますアルバム将来について話し合っていると 彼女が慎重な言い方でその後の私の人生を変える言葉を述べました彼女はこう言いました結婚をするなら忠実な機関宣教師と神殿で結婚したいそれ以前には伝道についてあまり考えたことはありませんでした その晩、電動について考える意欲が劇的に変わりました家へ帰ると他のことは何も考えられませんでした一晩中眠れませんでした翌日の勉強にもさっぱり身が入らず何度も何度も祈りましたそしてビショップに会って伝道の申請を始める決意を固めました。 ジニーは自分のために殿堂へ出るように頼むことは決してありませんでした彼女は自分の信念を分かち合うほどに私を愛してくれました私が自分の人生の道を選ぶ機会を与えてくれました私たちは2人とも殿堂へ出て後に神殿で結び固められましたジニーの勇気と確固とした信仰により2人の生活は大きく変わりました第一に 主に仕えるという原則を信じる妻の強い信仰がなかったら私は今味わっているような幸福を得ることはなかったということを確かに確信しています妻は義にかなった素晴らしい模範です祖母のウィッテルもジニーも私を深く愛していたので福音の儀式や天の御父に仕えることが 私の生活に祝福を与えるという信念を伝えてくれました2人とも私を強制したり私の自尊心を傷つけたりすることはありませんでしたただ単に私を愛し天の御父を愛してくれていたのです人生において私が自分でできる以上のことを天の御父はできることを2人とも知っていました大いなる幸福へと通じる道を見出道を見いだすように恐れず 愛ある方法で助けてくれました私たちもそのように大きな影響を与えるにはどうしたらよいでしょうか義にかなった方法で助けたいと思う相手を心から愛してくださいそうするとその人は神の愛について確信を得始めます多くの人にとって福音を受け入れる初期の段階で遭遇する問題は 自分を完全に愛してくださっている天の御父に対する信仰を育むことですその際に御父と同じように愛してくれる家族や友人がいるとそうした信仰を育むことが容易になります皆さんからの愛に確信を持つことは人々が神の愛に確信を持つ助けとなるのですそして愛と思いやりのある交流を通してあなたが学んだ教訓や経験 苦難を乗り越えるその術を見つける上で従った原則を分かち合うならば彼らの人生は豊かになるでしょう彼らの幸せに心からの関心を示してくださいそしてイエス・キリストの福井について証を分かち合ってください福井の原則と教義に基づいた方法で助けると良いでしょう 自分に対する主の見心が何であるかを知ろうと努めるように愛する人々を励ましてください考えさせるような質問を投げかけることも一つの良い方法ですそして深く考え自分で答えを見つけるために何時間でも何日でも何ヶ月でも十分な時間を与えます祈りの方法や祈りの答えに気づく方法が分かるように助ける必要があるかもしれません 祈りの答えを受け答えに気づくには成文を読むことが重要だと分かるように助けてあげてくださいこのようにして彼らはこれから訪れる機会や困難に備える助けを受けることができます神の目的は人の不死滅と永遠の命をもたらすことです それは私たちが行う全ての事柄の礎です時折私たちは魅力的に思えるものに夢中になったり日々の務めに力を使い果たして神の目的を見失ってしまうことがあります最も基本的な福井の原則を中心として生活するならばあなたはやるべきことを理解し主の目的を達成するために より多くの成果を上げその結果幸福を得ることができるでしょう救いの計画の既存基本原則を中心とした生活を送る時自分が知っていることを分かち合うことにさらに力を入れるようになるでしょう福音の儀式が永遠にわたって重要であることがわかるからです霊的に強められたいという願いを友人が持てるように 自分が知っていることを分かち合うようになるでしょう。主の戒めをすべて守り、イエス・キリストの皆を受ける決意をするように、愛する人たちを助けるようになるでしょう。個人の改心はみわざのごく一部であることを忘れないでください。家族を強めるように常に努力してください。 家族が神殿で結び固められることが重要だという永遠の視野を持って教えてください。私の両親がそうだったように何年もかかる家族もいるでしょう。私がバプテスマを受けて何年もしてから父がバプテスマを受け後に私の家族は神殿で結び固められました。父は神殿の結び固めの執行者として母と一緒に神殿で奉仕しました。 永遠の視野を持つときに皆さんは神の王国を築く助け手になるでしょう愛するということは助けたい人に影響を与える上で力強い土台となります祖母のウィッテルと妻のジニーンが私を愛し人生で最高の祝福を味わってほしいと望んでいることを私が最初に知らなかったならば 祖母や妻の思いはそれほどの影響力を持たなかったでしょう愛に加えて大切なのは信頼です相手を信頼することが難しいと思えるような場合も時にはあるでしょうでも信頼する方法を何とか見つけ出してください天の恩父の子供たちは自分が信頼されていると感じると素晴らしいことを行えるのです現世にいる神の子は皆 救いいの計画を一度選んでいます同じ機会が与えられるならば再び同じ選択をすると信頼してください皆さんの愛する人が永遠の命に至る道のりを進むために助けとなる原則を伝えてください私たちは皆教えに教えを加えられて成長するということを忘れないでください 皆さんもそのパターンに従って福音を理解してきたのですどうぞいつも分かりやすい方法で福音を伝えてくださいイエス・キリストの食材についての皆さんの個人的な証しは強い影響を与えますその他に祈りモルモン賞をはじめとする成文真剣の儀式をいつも受けるという決意が助けになります これらは皆御霊の導きをを受けることを促します皆さんにとって御たまに頼ることは非常に大切です効果的にキリストがなさったようにするには次の福音の基本原則に焦点を置くとよいでしょうすなわちイエスキリストのあがないにより私たちは天の御父に似たものとなりその結果家族として永遠に共に生活できるようになります 私たちの技にとって最も重要な教義はイエス・キリストの食材であることは明確です。適切な機会を逃さずに救い主についてそのあがないの犠牲の力について明かししてください。主についてまた主が完全な模範である理由を教えている成分を使ってください。 そのためにには勤勉に研究すする必要がありますどうかつまらないことに没頭しすぎて教義や種の教えを学ぶ機会を逃すことがないように気をつけてくださいキリストの教義を自身の堅固な土台にするならばあなたは重要な真理を必要としている人々にとって心強い存在となれるでしょう 私たちが天の御父に使える最善の方法は他の人に義にかなった影響を与え奉仕することですこれまで地上に存在した最も偉大な模範は私たちの救い主イエス・キリストです主がこの世で果たされた務めは人々を教え 愛しし使えることでした主は主と交わる資格がないと判断された人々と共に時間を過ごされました彼らは一人一人を主は一人一人を愛し彼らの必要を見分け福音を教えられたのですご自身の完全な模範に従うように主は私たちを招いておられます主の福音はこの世で平安と幸福に至る道であることを私ははっきりと知っています 主がなされたように福音の明るい光をまだ受けていない人々に私たちの愛と信頼真理に関する知,知識をわた分かち合えますようにお祈りしますイエス・キリストの皆によりアーメン